相手は養育をする権利を主張してるみたい。この間のエミちゃんの栄養失調で保育園で倒れたやつ。分かってる。家賃払うより食費優先してるから。ボクシングの試合にも負け、ファイトマネーも少なく、経済的にこれ以上改善される可能性は低いと考えられます。ヘミは渡しません。今のあなたには無理だと思う。太田さん、あんたクビね。何でもやります。女子ボクシングやってるので力は普通の女性よりあります。起こします。太田さん大丈夫？もともとお前は悪いんだからやろ。やめてください。エミはもういない。ひとしさんのお母さんが連れてったの。もうどうしていいか分かんないよ。エミちゃん、ママがボクシングしてる姿は大好きだって。ボクシングに大切なものちゃんと教えてやるから。チャンピオンになります。あなたはいつもそうよ。情熱だけで突っ走る。半年待ってください。絶対迎えに行くからね。この試合に人生の全てをかけた。今運命のゴングが鳴り響く。今日はお前が人生を変える日だ。エミ、レッドシューズ。